こんばんは。12月27日日曜日の夜でございます。平山茂と申します。皆さんこんばんは。大丈夫だよ、大丈夫、大丈夫だから。昨日の動画を見てくれた方、本当にありがとうございます。私無事にですね、トイレ間に合いました。少しも漏らすことなく無事にトイレにたどり着きました。ありがとうございます。大丈夫でした。さあ今日は12月27日日曜日ということで、もう年末ということでね、明日28日29日、最後ね、まだ仕事があるという方は、いらっしゃると思いますので、そういう方はね、引き続き、気を抜かずにね、お仕事頑張っていただきたいと思いますし、年末なんでそんなにね力まず行きましょうということで、すいませんね、私ちょっともうお酒入ってます。すいません。普段あんまり飲まないんですけれども、ちょっと私ラストナイトということで、今日が東京ラストナイトということで、ちょっともうこの時間からちょっとね、また今日もセキルバーグカフェ行って、恵比寿ビールを飲ませていただいてですね、その後なんか飲んでくださいって言ってくれて、ちょっとね、なんかチョコレートのリキュールのお酒を作ってもらっていただいてます。ちょっと分かりにくいと思いますが、非常に美味しいです。いや、飲んでいいですか。ラストナイト、いや本当に、僕のことはねどうでもいいんですけど、本当に、本当にもう1週間ないですからね、この2020年はもうあと28、29、30、31のあと4日間、なんか思い出、とにかく思い出を作りましょう。無理してでもこうすごい面白い思い出作りましょう。友達と遊ぶとかね、友達と飲みに行くとか、この残り4日間で何かを作るとか何でもいいんですけど、なんかね2020年の思い出として残していただきたいなと思います、皆さんにも。はい、せっかくですから、ね、いやすいません、いや本当に大丈夫だから、大丈夫ですよ、大丈夫ですからね、大丈夫です、本当に大丈夫、もう本当に大丈夫、とにかく大丈夫、大丈夫だから大丈夫、明日出ます。あとはちょっとね、粗大ごみを明日回収してもらうので、それを今日の夜のうちにね、外にもう出しちゃって、もう本当に明日出発します。明日の動画でですね、ちょっとこの引っ越しの最後のこう積み込みとかね、そういった様子も一緒に撮れたらなと思っております。それはそれでね、楽しみにしていただきたいなと思っております。とにかく大丈夫ですから、大丈夫、大丈夫ですよね。来年もいい年にしましょう。毎年ですけどね、本当に、いやー寂しいな、東京出るのはね。もう仕事を納めしてる方も実際いると思いますけどね。家族とゆっくり過ごす方もいれば、僕みたいに一人の人もね、もちろんいると思うんですけれども、一人だったとしても、楽しんでいきたいなと、楽しんでいただきたいなと思います。そしていい年をね、迎えましょうね。ね、2021年も面白い年にしましょう。頑張って、僕もね、皆さんが2021年楽しくなれるようにちょっと僕も頑張りますから、この YouTube を通してまたいろいろね、発信していけたらいいなと思っております。引き続き応援の方
よろしくお願いいたします。現在私平山茂のチャンネル登録者数は26人でございます。本当にこの26人の方には感謝申し上げます。ありがとうございます。来年さらにですね、飛躍できるようにもっと内容のある動画を撮っていきたいと思っております。中身が全然ないってことは私は一番分かっております。もっとね、内容のある皆さんにとって有益な動画をね、作っていけるように頑張りますけれども、この大丈夫だよに関しては引き続き毎日お送りしたいなと思います。ぜひこの大丈夫だよっていうね、僕の言葉を聞いて一人でも元気に前向きになれたら嬉しいなと思っております。大丈夫だからね、本当に大丈夫だから、うん、絶対大丈夫だからね、絶対大丈夫、うん、絶対大丈夫だから、大丈夫、大丈夫、本当に大丈夫だから、うん、まあそういうことですよね。じゃあまた明日ということで、今日はこれぐらいにして、もう一回僕はね、ちょっとまだちょっと寂しいから、もう一回セキルバーグカフェ行ってきますよ。邪魔と思われるかもしれないけどね、まだ行っちゃう、この後飲んじゃうよ。あー、うまい。このね、ゴディバのね、チョコレートのリキュールを持ってきてくれたね、この東さんにおすすめしてもらって飲んでますよ。美味しい、ゴディバで。なんかいろいろ、なんか生クリームまで乗せてもらっちゃったり、なんかココアパウなんとかパウダーをね、乗せてもらって、おしゃれに飲んでますけど、お酒をね。すいません、今日はグダグダですけれども、これが私の全てです。本当にね、ラストナイトということで、また明日お会いしましょう。ちょっとね、まだ本当に片付くのか分かりませんけども、ベッドは明日捨てます。このね、麻雀を覚えようと思って買った麻雀用テーブル、かっここたつは、一度もまともに使うことなく実家に持って帰ります。あとこのテレビね、このテレビ、大きい42型のテレビも、これはもう昔もらったものなんですけど、これも捨てずに持って帰ります。あとここにカウンターテーブルがあるんですけど、これはね、さすがにちょっと実家では必要ないので、明日の粗大ごみで捨てます。はい、そんな感じで、あのね、この電子レンジと炊飯器もこれ頂き物なんですけどもね、これもちょっと申し訳ない、たくさん使わせていただきましたけども、粗大ごみで処分させていただきます。でこの頑張ろう福島、まあ、気になってた方もいらっしゃると思いますけども、僕はあの福島といろいろゆかりがありまして、2003年4年ぐらいにですね、まあ、自主映画、インディーズなんですけども、映画の撮影で福島県にロケに行きまして、そこでね、福島っていう街が好きになって、その後に、まあ、東日本大震災が起きて、まあ、ただ事ではないな、自分他人事じゃないなと思って、まあ、いろいろ、まあ、ボランティア活動とかでいろいろ行かせてもらった場所ということでね、今でもこれはずっと貼ってます。頑張ろう福島、これはもうずっと言い続けます。はい、あとずっと皆さんこれ気になってたと思うんですけど、後ろに何をこの人はやってるんだっていう、ただのこのね、これがちょっと目障りだから消してたんですけど、消してたやつは何だっていうと、これ水曜どうでしょうのステッカーでございます。ここにもねあるんですけども、車のねリアガラスのところに貼ってやろうと思って買ったんですけど、ちょっと思ったより大きくて、ちょっとこのサイズの水曜どうでしょうのステッカーを貼るのはちょっと恥ずかしいなと思っちゃってる自分がいるんですけど、そこは本当大ファンの方申し訳ない、ちょっと勇気がまだなくて、貼りたいんです、めちゃくちゃ貼りたい、貼りたいです。でいつかね、僕夢の乗りたい車っていうのがあるんですけど、
いつかねベントレーっていう車にねいざ乗れた時が来たとしたら、そんな時ほどこの水曜どうでしょうのもっとでかいステッカーをねリアガラスに貼ってやりたいなって思ってるぐらい、好きなんですよ。ただ今のちょっと僕の軽バンだとちょっとこのサイズの比率的にちょっと大きいなっていうことで、まあすいませんそんな話どうでもいいですね。いやちょっと酔っ払ってるんでね、酔っ払ってます。はい、何ですかこれね。これはまあ一応こういうのは日本人として必要なのかなということで貼ってます。貼ってるというかまあね飾ってます。靖国神社で買ってきました。はい、これはまあ実家でもね飾ることになると思いますけども、ということでまあほぼほぼね引っ越しは多分明日の1回で帰れると思うんですけど、いや本当にラストナイトということで、ちょっとすいません今日はこんな長々と、ちょっと編集しなくてもいいですか、このまま垂れ流しでもいいですか、今日は全然見てもらわなくても大丈夫です。ただもう本当に大丈夫だよってことだけが伝わっていただければいいと思いますので、はい、まあ、ということでまた明日ですね、また明日やってますんでぜひ見てください。そしてよかったらチャンネル登録もお願いいたします。平山茂と申します。はい、それではまた明日ですね。はい、おやすみなさい、また明日、バイバイ。ちょっともう一杯飲んできます。